緒に大きなエンジン音でパレードを先導いたしますのは、はい、ハーレー軍団の皆さんです。ハーレーダビッソン夏冬関係なしで、はい、毎週日曜日にハーレーダビッドソン奈良で集まります。こういうのもね、何がいいかも、必要的ではないけど、そこがまた
贅沢なところなんですよ、そういう車が乗れる男になりたいですよね。フソさんは、はい、何かお好きな車？いやいや、それは夢というのであればフェラーリ乗ってみたいですね。あの自分の普通の自家用車ともう一台ですね。あ、こんにちは。こんにちは。かっこいいですね。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。これはロールスロイスの SUV ですね。登るとき怖くない？はい。かっこいい。かっこいいよね。いいよね。フェラーリの後のカフェロックのこの消防車の後が素敵ですね。これは何の車なんだろう。まず見てきたのはサラダちゃんの方かな。サラダちゃんですね。はい、前回も実はちょうど電車で遭遇しましたね。乗ってきた時に、で皆さんもこう気づいてくれて、ちょっと簡単にお話しさせてもらったんですけども、今日温かい拍手でお迎えください。吹奏楽の声がいるよね。なんか気持ちがありますよね。毎年
吹奏楽の皆さんにも温かく賞サンキュご苦労様です。
ご苦労様でした。世界遺産と生マグロと温泉が有名な町です。平安時代、熊野への信仰が厚くなるにつれ、皇帝、上皇、貴族の参詣が相次ぎ、その行列は蟻の熊道詣でと呼ばれました。那智勝浦町の世界遺産熊野古道の大門坂では、こちらの衣装を着て記念撮影や周辺散策もお楽しみいただけます。今年は世界遺産登録15周年を迎え、熊野三山では特別ご祝儀をいただくことができます。ぜひ、私たちの登録をお願いします。夏勝浦からずーっと守ってくれることもあるので、通じています。道を歩いていけば、和歌山から奈良にも来れるか、昔の方からはその道を歩んで、歩いて一歩一歩、足を踏み込みながら信仰を感じていたそうです。さあ、そんな神秘的な街、那智勝浦町の皆様にも温かく来てお迎えください。このファニーな規制がまたいいですね。おちょけてる感じが好きです。僕のキャラクターにぴったりですね。はい、いいですね。さて、このロータリーのところの木もある黄色いポストなんですけれども、はい、黄色いポスト、はい、ここから投函すると届いた相手にも幸せが届くと言われています。じゃあここから今年あと那智勝浦にもあったりするんでしょ。そうなんです、はい、那智勝浦の JR 那智駅の駅前に設置されております。はい、はい、そしてこちらに姉妹都市の宮崎市、はい、この貴重な機会に春の15歳の記念日になります。ポストの前で記念撮影していただきたいと思います。そうね、これはまさに市からパワースポットで好きなポスト、おかげさんぜひとも立ち寄ってみてください。続きまして古来商行列市の皆様によって構成されています。まず今年初めて登場する神武天皇のご一行です。先頭で馬森下豊橿原市長です。この衣装は国際ソロプチミスト奈良飛鳥様から平成30年4月23日に認証30周年を記念して橿原市がご寄付をいただきました。折しも金城天皇が先日神宮天皇陵に上皇を受けされ歴代上でございます。森下市長こんにちは。こんにちは。上手を挙げて手を振ってくれています。ありがとうございます。市長も自らね、はい、お祭りを盛り上げようと登場してくれています。ありがとうございます。そしてその後ろ、続きまして藤原京の時代を彷彿させる衣装行列です。紫の上級官人の衣装をまとい、乗馬で登場したのは上村家村鷹取町長、森川雄一、飛鳥村村長、牧野一郎、橿原市議会議長にご参加いただいております。皆様拍手でお願いくださいませ。まさにこの方々が橿原市をより繁栄するよう頑張ってくださっているということですね、はい、ありがとうございます。
登場していただいているのは創作女性衣装みやび行列の皆さんです。この衣装は大原和服専門学園の学生が現代の感性に基づいてイメージした卑弥呼、推古天皇、始祖天皇の三女性を天井の虹を描いた漫画家里中松子さんのデザイン監修のもとに作成したものです。また古紙に載っております女王卑弥呼に扮しておりますのは2018同じく相良姫の岡本穂乃花さん、次号の女王に扮しておりますのは同じく相良姫の岡田英で橿原美容専門学校の皆様に着付けを橿原衣装様にご協力いただいております。去年はあちらの卑弥呼にもしていたということですね。なるほど、はい、後輩ですね。後輩です。べっぴんさんだと思ったあなたはぜひとも温かく拍手をお願いいたします。今年のサラガニとして頑張ってくれた、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。続いて参りました。こちらは大和は国のまほろばでございます。総合美容株式会社ロイヤルテレビ様でございます。結婚式場橿原神宮専属大和ロイヤルズホテルズザ・カシアマイコ&オリアル和装でございます。現代の花嫁の装いまで揃う総合美容ロイヤルテレビヘアスタイリストメイクアップアーティスト着付けの専門家が技と感性美しさに挑みます。新しい現代風の基本コーディネートをお楽しみください。今回はたくさんのキッズも応援してくれています。さあ日本の文化をぜひともみんなと一緒に盛り上げていきましょう。国際社会の今日、外国で日本の伝統衣装であるワッフを着て大いに活躍してくれるのは間違いなしです。この姿で日本の美容再発見再確認してください。そしていろんな山のほどや、そしていろんなところで絶好のロケーションで人生の良さを取り入れつつ、新しい時代を担う若者の感性や息吹を駆け上がったのに伝えてもらいましょう。登場してくれて今総合業界の司会者ロイヤルイメージ様です。皆さんお客さん、20秒また。続いてはザ・キャプラスマーチング。メンバーは高校生から
現在、奈良交通、東武鉄道橋の皆さんです。この車両は昭和41年に導入され、路線バスとして一般に使われていた車両です。平成23年から奈良交通、東武70周年を記念して復活し、現在
ご存知ですか。私たちはあなたの道のよき相談相手です。ピンクには約3000名の民生児童員がいます。私たちは支え合う、より良い社会、地域からとスローガンのもと、地域の皆さんと共に安全で安心して暮らせる街づくりを目指して活動しています。あなたが抱える悩みをお聞かせください。続いての団体は橿原ラグビースクール橿原ホームスの皆さんです。幼稚園児から中学生まで子どもたちが挨拶ができる思いやりの心を大切に、仲間との絆の3つをモットーにみんなで楽しくラグビーをしています。また総務から27年間でラグビーでトップリーグの選手を多数輩出しております。今年注目のスポーツでもあります。今日の皆さんはぜひ一緒にラグビーを楽しみませんか。もうしっかりプレーしてるよ、目の前で子どもたちがね。あのラグビーって自分を見せつけてもボールを回す、前に進むというのはね、やっぱり僕はですから、ラグビーやるとチームワークを本当に大事にする子どもたちが試されるので、だからこそやっぱりね、いい子どもたちに、子どもたちにはラグビーを見せてあげてください。そうすることでね、チームワーク、人を思い合う気持ちが育まれます。ラグビースクールの皆様にお素晴らしいお願いいたします。楽しめるし、横にパスを書いてもらう、あのタッチラグビーって言って、あのタッチを踊りながらアウトという状況になる。次は男の子たちから変わって、女の子たちが徐々に近づいてきますね。キラキラしたポンポンが見えますね。アイドル顔負けのピンクのオーラをまといながら登場していただきます、はい、続いての団体はキッズキャッチーズチャイニーズの皆さんです。チャイニーズ、お前でタイズ感が出るからな。私たちはキッズキャッチーズチャイニーズです。カッカーとタイヤのクラブで頑張っています。毎年このチームのパレード出演をとっても楽しみにしています。パレード、夢の森フェスティバルやプリンセスカッカラセントのイベントなど、ソロスポーツの応援などに関わっています。私たちとダンスを通して、いろいろな方々とつながっていけたら幸せです。今日は4歳から小学生、中学生のメンバーでこのパレードを盛り上げます。レッドチャイニーズ。いや、子供たちが演者の皆さんの前でパフォーマンスしているときもね、本当にあのチアのやつらなのでみんなも笑顔ラブチームですし、最高ですよね、はい、やはりそのチアならではのことだと思います。ぜひ、はい、もその笑顔がね、近づいてきたら頑張ってねとか大好きだよとかね、温かい拍手をしてあげてください。よろしくお願いします。チャイニーズの皆様が間もなくこちらね、ゴール地点に来ようとしています。終わったらもう終わってみてください。どこまで行きますか。はい、はい、はい。そうではない。何であるんだろうな。さあ、またなんですよ。それからやってみます。
た皆さん参加できましたので、ね、ぜひとも足を運んでください。ありがとうございました。さあ続いては株式会社ダント銀行発展と参ります。ダント銀行は地域に根ざした営業活動を展開しながら、お客様のニーズにお応えできるように取り組んでまいります。ダント銀行でよろしくお願いします。プロフィールでは、はい、俳優ってそこから書くようにするんです。俳優って一応あの映画5時5分まででした、ね、なるほどまだ間に合いますよね。まだ間に合います。はい、さあどんどん近づいてまいりますが、子どもたちと交通安全協会貸し出し部の皆さんです。交通安全協会では代表での広報啓蒙啓発活動、児童の遠出校指導、交通安全教室、有料運転者の表彰等、道路利用者の交通安全意識を高め、交通事故の犠牲者を一人でも少なくしようと、さまざまな活動を行っています。最近本当に事故が多いです。体が動いてくるんですね。
ありますけど、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。三つ小屋の皆さんです。皆さんこんにちは。私たちは三つ小屋の皆さんです。鳴子踊りを通して地域に笑顔、元気、仲間のつながりを広めたいと思います。いや、サラサラサラチームの三つ葉屋です。三つ葉屋へ服が舞い降ります。はいはい、やっちゃえチームの三つ葉屋曲ややっちゃえ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 足拍子、心拍子、どうぞ皆さんご一緒に楽しんでもらえれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、三つ葉屋です。皆さん大きな拍手お願いします。よさこいだサンキュー。Yeah!
ありがとうございました。こちらがグランドフィナーレの皆さんです。改めてお願いします。天理高校学園高等学校バイオレットインパルスの皆さんです。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。改めて温かい拍手お願いします。でこちらの新舞祭パレードフィナーレのゴール地点、お相手は私くすんこと UK と辻元邦子でした。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございました。